全国のキャンパーの方もキャンパーじゃない方もこんにちは、ヤッキーです。今回はですね、このハスクバーナーの斧、前回こちらの動画でですね、このハスクバーナーのグリップ部分を蜜ろうワックスで塗って、でその後にセリアのこの滑り止めのバンドをつけました。で今回はお台場のワイルドワンでパラコード10メートル分買ってきたので、これをここに巻きつけるのと、あとここにパラカードをつけていきます。ただこう巻いて、ただ紐通してだけじゃなくて、スネークノットという巻き方を、しますので、ちょっとねおしゃれにできるので、最後までご覧ください。このチャンネルではキャンプに関する動画を毎日上げています。毎日上げているので役に立つ情報がきっとあります。まだチャンネル登録してない人はぜひ今のうちにチャンネル登録していただけると嬉しいです。今回はスネークノットという巻き方でかっこよくおしゃれに巻いていきたいと思います。10メートルあるんですけど、今回はこう巻いていくんですけど、この背中の部分にこうスネークノットの網目をつけたいと思うので、ここぐらいまでですね、ここを折り返してですね、パラコードの先をちょっと仮止めでセロテープとですね、仮止めしておきます。この時にこの文字は隠したくないので、ここぐらいまでやりたいんで、これをちょっと長めにやっておきます。これぐらいにしておきましょう。で輪っかを作ってですね、輪っかを作りまして、でこれをこっちに持っていきまして、くるっと設定で、この輪っかの中にこう入れます。この時にギュッと。ギュッとします。こっちから引っ張ってを繰り返していきます。この輪っかを作って、で、くるっと回して、こう作ったら、くるっと回って輪っかの中に入れると。で、輪っかに入れるときに端っこから入れるんじゃなくて、お腹から入れるんで、輪っかができると。で、その輪っかの中にくるっと回して、入れると。これを繰り返していきます。少しずつちょっと整えつつ、輪っかに入れてくるっと回して、また輪っかに入れると、一回一回ちょっと絞ってね、これをねひたすらやっていきますね。で、最後だけ輪っかを通さずやるので、切ってあげます。で、切り口はこっからほつれていくので、火で炙ってあげます。で、ちょっとここ整えて、最後だけ輪っかに、今まではこうやって輪っかにして、輪っかに輪っかを入れてたんですけど、これ最後は普通に先っちょを通します。仮止めしていたテープを剥がします。で、この先とここの輪っかの中に入れます。で、これをギュギュギュッと引っ張ると、この輪っかがこの中に入っていくので、固定されるので、ここを目いっぱい引っ張って、タグ止めたら、こっちにやって、ここ切っちゃいます。こっちも切っちゃいます。で、またここを、つれないようにします。でしたら完成です。で次こっち側ですね、まずですねちょっと伸ばして紐をまず通します。線を穴に通します。パラコード穴に通します。ここに輪っかを作って、で下からこう通します。こういう状態です。でここのこっちの端っこがある方をこっちにやって、この下を通してこの輪っかに入れます。
この時にこう動きやすいように、ここはちょっと余裕を持たせて、こうね、でキュッと引っ張ります。まずこういう状態になります。でまたこう持って、この状態から輪っかを作って輪に通して、で輪っかに通した紐をこっちの上から行って下から通して、いっぱい作っていくわけですね。ひたすら繰り返します。ある程度できたら、今度ですね、この辺でちょっと結んでですね、ちょっと結びます。ちょっとね、こう隙間を開けて結ぶと。で、結んだら、余分なところは切って、熱処理します。熱処理した後のところはちょっと熱いので、触らないようにしてくださいね。こうすると、ストラップができます。で、ここでぶら下げることもできるし、こうね、手に持つ時のスラップに、スラップにちょっと長く作りすぎましたけど、スラップを作ることができました。で、ここにハンキングラックとかにこう引っ掛けてですね、ぶら下げることもできます。はい、これで完成です。結構ね、地道な作業なので疲れました。で、今回結び目が僕ちょっと不器用でなかなかうまくいかなかったんですけど、まあでもパッと見でそんな悪くないと思います。皆さんもね、もしよろしければ作ってみてください。では今回の動画はここまで、次回の動画でお会いしましょう。ではまた。